ストレッチのことならお任せください。福島県郡山市にあります全陽堂山本整骨院の山本と申します。本日は、太ももの前側のストレッチをやっていきたいと思います。以前にも、太ももの前側のストレッチをご紹介したんですけども、今日は立った状態での、やり方というのをやっていきたいと思います。では早速やっていきましょう。ではこちらの太ももの前側ですね、大腿四頭筋という筋肉を伸ばしていきます。まず伸ばした方の足を掴みます。でかかとをですね、お尻にぐーっと近づけます。 できる方はもうかかとをお尻にくっつけてしまいましょう。くっつけた状態ですね。これでも、結構太ももの前側伸びる感じ出てくるんですけども、ここからさらに自分のかかとをお尻にくっつけたままですね、これは保持したまま自分のへそを覗き込むような感じで体をぐーっと丸めていきます。そうすると、伸びる感じがどんどん強くなっていきます。気持ちよく伸びたところで15秒から30秒、キープしましょう。呼吸は止めないようにして伸びている筋肉を意識していきます。はい、戻します。寝た状態での、ストレッチの応用なんですけども、場所によってですね、例えば横になれるような、スペースがないような時にはこのような、立った状態でのストレッチが効果的かと思いますので、ぜひやってみてください。本日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。